長谷川周一、長谷川周一は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、尾張国出身で、織田氏家臣、長谷川友次の子、織田信長に故将として使え、矢部家貞と共に、若年より、所持に用いられた。信長の男色相手として深く長愛され、文献資料がない、織田家臣子は、長谷川武という呼び名で呼ばれていた。 文章における書見は、天正三年、五百七十五年一月三十日付の、信長書状で、この時周一は、伊勢で、長島城復旧工事に従事する、石運びの宿の手配を行っている。天正六年、五百七十八年六月、針間関城攻めの際には、剣士の大津長政と共に派遣され、菅野、長寄、矢部家定、万見元、 宿重正と挽回で見分を行った。同年十二月の有岡城の戦いで万見元が戦死すると、翌天正七年、年1 5 7九年一月に、安土、現大見八幡市安土町で邸宅の入れ替えがあって、旧万見邸が周一の邸宅となり、旧長谷川邸には高橋虎松が入った。長谷川より上席であった万見の死亡により、石地の繰り上がりがあったと思われ、 以後、周一は武行衆として、より重要な役目を与えられてゆく。天正七年、1579年5月27日の、安土衆論では、清志原員の警備担当の一人に名を連ねる。衆論に敗れた日蓮衆側は、詫び証文を提出したが、その宛先は、菅谷、長頼、堀秀政、長谷川修一の三人とな、いる。以後、菅谷、 堀と組んで三人で仕事をする機会が何度かあり、バテレンや敷地造営の武屋や安土の馬場建設の武業などを三人で務めた。天正八年、1580年12月には、猪子高、治む、福富秀勝、西尾義次と四人で高天神城保一中の徳川、家康の陣に派遣され、三日ほどにわたって現場を視察した後、同月22日に帰国した。 天正9年、1581年4月13日、野々村正重とと共に領地を大きく活用される。同年12月5日に、大見国でつつもたせを行って、当然時の延べ年に強制をかけた八という男の、一味を野々村と共に捕獲し、休門にかけた上で成敗したが、野々村と長谷川両名が、大見の信長直轄領で大官職を務めていた、ことがわかる。 また、両名は、佐久間信盛追放後の大海の紅本軍、安軍の大官も務めていた。天正十年、1582年1月15日の、詐欺町の時には、菅谷、長頼、堀秀政、矢部江聡と周一の四人で、馬回り衆、古障衆を引率して外戦した。同年3月には信長に従って、菅谷、長頼、堀秀政、矢部江聡。 福富秀勝と周一の五人が、馬回り衆を率いて、公衆性伐に出陣したが、すでに、小田信忠によって、ほぼ、武田家の討伐は完了していたために戦はなく、周一が行った仕事は、甲府で行った、武田勝頼側近の秋山万華祭、正重、摂津氏親子の処刑ぐらいであった。後安土に戻って、同年5月19日には総建寺で行われた、 徳川家康艦隊の縁に参加した。20日には高久モデラで家康の教皇を庭長秀、菅や堀と共に行っている。21日には家康が大阪の堺を見物に行くことになったが周一はその案内役として西尾義治と共に家康一行に付けられた。6月1日には堺の津田総休宅の茶会に家康、穴山梅雪と共に参加してる。 天正十年、1582年6月2日、本能寺の変の一報は、当日の深夜には、堺の遊覧を終えて、飯森さんの麓にあった一行に、茶屋、四郎二郎によって届けられた。周一は、土地間に乏しい一行の案内を買って出て、河内国から山城国、大見国を経て、伊賀国へと抜ける、道取りを説明した。また、九州を飛ばして、 大和国衆の重視援行に、護衛の兵の派遣を要し、行く先として想定した山城の宇治田原城主の山口仁助にも書状を送りことを説明すると、山口は、家臣の新末家へと、のベイズも守るを派遣して、草内の私の都家を助け、宇治田原城へと一行を導いた。その後、これも、周一旧地の大見しがらきの大官である、太郎光都市。 山口仁助の父の所領を通って伊賀越で京を脱出し、周一は安全権の終わり田まで、家康一行に同行して逃げ、窮地を脱した。天正十一年、1583年、橋場秀吉と柴田勝家が対立した際には秀吉を支持し、柴田方に味方する滝川一益領の伊勢国宝城を攻撃した。同年中に、所領の火像があったか、 大江ひだ城主となっている。同年十月二十三日、橋場秀長が、堀秀政と共に、大阪の津田総久の茶会に参加した。この時より、名乗りが、長谷川東五郎周一に変化している。天正十二年、千五百八十四年、小牧、長久手の戦いに、兵二千三百を率いて参陣。三月には、伊勢方面に布陣していたが四月になると、終わりに移り、 中入り作戦第四陣の三好新吉の軍に参加したが、徳川軍の気を受ける長くての戦い。周一は襲われる三好隊を助けようと加勢し、粉骨再審の戦いぶりを見せるも、徳川軍の猛攻に敗れ、第三陣の大将、堀秀正に新吉隊敗走を報じる使いを出すと、自身も撤退した。五月一日に、橋場軍の主力が美濃へと転身する際には、 ひねのひろしを治む、細川忠興、木村茂子こ、三小田正春らと、橋場軍の伝軍を務め、追撃を仕掛けてきた、織田信夫の軍と交戦した。天正十三年、1585年3月、奇襲聖伐に参じて戦国堀城の戦い、第二次大田城の戦いで武功を挙げた。同年8月、領地を加用され、越前国統合、元、 福井県福井市統合に家町15万国の領主なる。天正十四年1586年1月14日、昇厳。同年4月9日、4位に昇進。天正十五年1587年2月の九州征伐にも参陣。この頃には、橋場政を与えられ、橋場統合自重を名乗っていた。天正十六年1588年、15 豊臣政を歌手された。天正十八年、1590年、小田原征伐に従軍して、山中城攻撃に、兵3千を率いて参加した。文禄元年、1592年より始まった、文禄の役では、兵5千人を率いて、朝鮮へと渡り、10月より、細川忠興等と共に、陳樹城の攻略に参加し、小原において、朝鮮の将、 柳たたり、ひとしを野戦で撃破したが、陳樹城の攻略には被害を多く出して失敗している。陳樹城攻防戦。その後も朝鮮に止まって、戦を続けていたが、文禄三年、1594年二月、同地で病を得てそのまま亡くなったとされる。しかし、死亡を帰国後とする書もあり、東大記では、同年一月の伏見城武神の興明の中に、名前が載せられており、 その後の2月に亡くなったという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。